はい、キャプテン浩二です。おはようございます。今日はね、今さっき朝の出荷から帰ってきました。今日はね、週末前の金曜日になりますので、午後からもね、注文を受けて、注文処理してね、午後からも郵便局に、出荷に行ってきたいと思います。こんな感じでね、今日はね、また快晴ですね。連日ね、いいお天気が続いております。綺麗な花が咲いておるんで、ちょっとね、後でね、写真を撮っておきましょう。僕の母がね、綺麗な花を植えておりますので、こんな感じでね、ちょっと暑いのでね、中に入りましょうかね。はい、それではね、昨日ね、施工しました、田植え機のね、田植え機とね、このバイクのシートのね、施工を しておりましたけれども、ちょっとね、終わったかどうかね、綺麗にできてるかどうか、ガムテープをね、今から剥がしてみたいと思います。はい、この感じでね、シリコンコーキング、透明のね、シリコンコーキングをしまして、その上でガムテープをつけましたので、今からちょっと剥がしてみますね。はい、こんな感じで、綺麗にではないけどね、まあ、もうめくる、シートがね、これ以上めくらないように、しっかりついてると思います。こっちも剥がしてみましょう。はい、ちょっとね、不細工ですけどもね、ここまでできたらね、いいと思います。はい、剥がしてみました。どうでしょう。ガムテープがね、しっかりガムテープの跡もついてないな。ちょっと待ってね、 手にこびついてしまって。はい、どうでしょう。こんな感じですね。はい、綺麗ではないですけどね、ちょっとボサイクですけどもね。あ、まだ、あら、ちょっと待ってね、まだね、乾いてないな、これは。あ、そうか、ガムテープしてるんで、まだ綺麗には乾ききってないんで、ちょっとこのまま放置して、ね、しばらく放置すれば乾くんではないかと思いますね。ガムテープの中ですのでね、空気に触れないんで、乾いてないですね。はい、まあこんな感じでなりますけれども、ちょっとね、透明のね、とりあえずめくれ防止はできたと思いますけれども、透明のシリコンコーキングですので、ちょっとボサイクな仕上がりになりましたけどもね、黒のね、黒のシリコンコーキングをこの後買ってきてね、またこの上から施工すれば、ある程度ね、また綺麗になるのではないかと思いますね。いかがでございましょう。もうね、普通に座って作業してももうめくれ上がらないので、これで、いいのではないかと思います。まあ年に1回ぐらいしかね、1回しか使えないので、2年に1回かな、2年に1回田植え時期に使うので、まあこれでよしとしましょう。そしてですね、バイクの方もね、ちょっと撮ってみますと、バイクはね、もう施工してたんですけどもね、ちょっとめくってみますと、こんな感じですね。ちょっとガムテープの跡がつきますけれども、これもまだ乾いてないかな、乾いてないみたいね。これでシートのめくれ上がりはもうないのでね、これ以上ね、まあこんなもんで、バイクはね、この上に座って、座るんで、隠れるんでね、足でね、隠れないか、
隠れるかな、ちょっと座ってみよう。座ってみたらこんな感じですが、あ、隠れないな、隠れないけれども、まあこれ以上めくれ上がらないということで、まあこれもね、市販のね、バイクカバー、原付スクーター用のバイクカバーが売っておりますので、いいのではないかと思いますね。これぐらいの補修でね、もうすごくね、汚いバイクも見かけますけどね、そういう場合はもうバイクカバーですね、これぐらいの劣化してたらですね、これぐらいのなんていうか、24年前のバイクですので、もう補修するしかないんですよね、自分でね。そうなった時に、ちょっとしたねめくれはこんな感じでもう手直ししてね、やっておけば長く使えると思います。はい、それではね、この後の動画はね、もうトラクターもねある程度ね仕上がっておりますので、あとね、田植えが終わってからね、6月の第2週の日曜日の田植えが終わったら、トラクターはまた汚い状態になると思いますので、またオイル交換ね、オイル交換もしたいですし、オイルの中に添加剤入れてね、長く持つようにね、したいので、そういう整備もやっていきたいと思います。あと田植え機ね、田植え機はちょっと田植えの前にまたシリコンでね、明日でもね、ちょっとシリコンコーキングやっていこうかなと思いますね。エンジンもね、もう快調にかかりますし、あとね、後ろのね、爪が動くかどうかね、適切にね、正常にね、爪が動くかどうか、動作確認もこれから やりますので、早めにね、ちょっとやっておきます。もしね、故障していたらね、久保田の営業にね、職人さんにちょっと頼んで手直ししなければいけないんでね、早めに点検したいと思いますので、明日あたりねまた動画を撮りますのでね、この田植え機のね、正常に動作するかどうかの点検をやってみたいと思います。はい、それではこの辺で終わりたいと思います。素敵なバイクですね、僕のバイクね、自分で言うのもなんですけども、すごくね、エンジンの調子もかかりようも良くてね、そしてシリコンで、シリコンスプレーで綺麗にしましたので、もう本当すごく重宝しております。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。またね、動画を撮りためたいと思います。本当、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。